めんね、こんな時間に呼び出して。マリさんのことを話したくて。おかしいよね、私マリさんのことずっと思い出せずにいたの。長谷川さんから名前を聞いた時ですら全然ピンとこなくて。けどマリさんにハルちゃんって呼ばれた時にね、急に何かの蓋が開いたみたいに昔の記憶が溢れてきたの。子供の頃のこともマリさんのこともいっぱい思い出した。あんなに大好きな人だったのに。きっと私自分で思うよりもずっとお父様のことを引きずってたんだね。お父様がいなくなってしまった辛い記憶も、共に過ごした昔の記憶も心の奥に沈めて、いつの間にかマリさんのことも思い出せなくなってた。うん、きっと私また逃げてたんだと思う。昔ね、お父様とマリさんにくっついてゴルフコースを回ったことがあるの。その時一緒なのが嬉しくてはしゃいでた私は転んで泣き出しちゃったんだ。そしたらマリさんが厳しい声で、泣いてはダメ、立ち上がりなさいって。びっくりしちゃった。どんな時も優しい人だったから。でもマリさんが優しい人だって知ってたから、泣き止んで立ち上がることができた。マリさんが間違ったことを言うはずない、信じようって。そしたらマリさん私を優しく抱きしめてくれた。これから辛いこともたくさんあるかもしれない、だけど立ち上がれば何度だってやり直せる、それを忘れないでねって言ってくれた。あの時は理解するのが難しかったけど、今ならわかるんだ。優しさだけが全てじゃない、時には間違いを正す言葉が必要なんだって。逃げていちゃダメなんだって、立ち上がらないといけないんだって。辛い現実から目を背けていても何も変わらないんだって。私はお父様を助けられなかった。だからこそマリさんは助けてあげたい。マリさんが私に言ってくれた言葉をマリさんに伝えたい。そうだね、聞いてくれてありがとう。私頑張るから。それじゃあおやすみなさい。なあ、ハルはどうしてあそこまで兵藤真理子にこだわるんだろうな。私には心がないからやっぱり理解できない。どうして人は誰かのために必死になるのか。私にもいつかその理由がわかるんだろうか。わからないことがあると AI も弱気になる。人の心はわかるようでわからない、グギギって感じだが、私は人の良き友人だ。引き続き学習を続ける。さあ皆さん、共に札幌を真っ白で美しい街に、兵藤真理子に清き一票を、清き一票を。ちょっとあれ、予告状？マジじゃん。何かしら。心が凍った偽りの女帝兵藤真理子さん、他者を意のままに操り道具のように使い捨てる、その冷徹さ、そして斧が権力にすがるあなたを私たちは許さない。あなたが奪った人々の願い、今宵我々が頂戴いたします。これは怪盗団、
私の願いを奪おうというの？冗談じゃない。あれは私のもの、私だけのもの。何人も私がキングであり続ける邪魔はさせない。いいわ、ちょうどお腹が空いてきたところなの。どんなお味がするのかしらね。あなたたちみんな私が食べてあげる。何ぼさっとしてるの。早くこれを剥がしなさい。待ってて、マリさん。もうすぐだから。待たせたな。てめえを成敗しに。うるさいわね。黙ってて。なんだよあれ。まさかあれがマリさん。どうしてあんな姿に。これが兵道の歪みが現れた姿ってことか。何なのかしらあなたたち。私の邪魔をしないでちょうだい。あと少し、あと少しで私は主張を続けるだけの票を集めることができる。違います、マリさん。それはあなたが人の心をねじ曲げて奪った偽物の票なんです。それに今のままではあなたの部下、職員の人たちが倒れてしまう。誰も信じられなくなるのもわかるよ。でもだからって人を傷つけていいわけない。うるさいわね。私は間違ってなんかいない。汚職を働く職員は徹底的に働かせて更生させる。私を裏切るクズ主義どもは全て粛清する。私に従わない市民の票も私が全部食ってやる。そうすれば誕生するのよ、まっさらで美しいスローシティが。彼の言う通りです。マリさんが集めた人々の願い、それは本来人が選択すべき心の意志。それを奪って思い通りにしたところで何の意味もありません。人は自ら立ち上がって答えを見つけ出す。そのためにこの心を授かったのです。お黙りなさい。いいぞノワール、もっと言え。マリさん、あなたが人々から奪った数々の願い、この美少女怪盗と怪盗団が今宵頂戴いたします。本当に嫌になっちゃうわ。私の邪魔ばかりして。あなたたちみんな、私が食べてあげる。マリさん、あなたは間違っている。みんなの願い返してもらいます。黙れ黙れ。あなたたちに何がわかる。私を否定する者は残らず食らい尽くしてやるわ。おとなしく食べられなさい。まだまだよ。私は倒れるわけにはいかない。不正を一つ残らず排除するまでは
もういい、もういいんです。マリさんは優しい人だから全部背負おうとしてたんですよね。汚職をしていた部下のことも、自分を陥れようとした市議の人も、そして事故で亡くなったあの子のことも、全て自分が責任を負って二度と悲劇が起こらない街を作ろうとした、そうなんですよね。何の罪もないあの子が犠牲になったのは市長である私の責任、部下の裏切りのせいで、腐った連中の金勘定のせいで、私が退けばいいとも思った。でもそれじゃダメなのよ。次のクズが権力を手にするだけだから、私は市長であり続けようとした。どうせ食うか食われるかの世界なら、私が全て食ってやると。たとえ偽物の票で得た地位だとしても、それで悲しみのない世の中を作れるならと。だって私が食われたら、誰があの子の死の責任を取るっていうの。あんな小さな子が亡くなったのに、私は悪を一掃することもできずに。今からでも遅くない。事件の真相をみんなに語ってください。そしてもう一度やり直して、マリさん自身の力で。そんなこと無理よ。私自身が市長であり続けるために、真相を隠すことに加担してしまったのだから、これでもう。立ちなさい、兵藤真理子。そこで倒れたままでいいのですか。あなたの優しさは、意志は、こんなことでつまずくような弱い思いではなかったはずだから、立って立ち上がりなさい。たとえつまずいても、何度でも立ち上がるのです。その言葉は、そう、昔マリさんが私に送ってくれた言葉です。たとえ真実を告白しても、必ずマリさんの思いを見てくれる人がいます。そんな王冠の力に負けないで、自分の意志を思い出してください。そうだぜ市長、負けんなよ。あなたの気持ち、絶対みんなに届くから。私もお父様が亡くなって心が張り裂けそうだった。でも怪盗団のみんなのおかげで、前を見て歩けるようになったんです。だからきっとマリさんにだって、何度倒れても立ち上がることを教えてくれた強くて優しいマリさんを思い出して。そう、そうね、ありがとうハリちゃん。間違っていたのは私の方だった。職員には無理難題押し付けて、おかしな力で無理やり市民の支持を得て、支援に駆られて、いつの間にか最初の思いを見失っていたわ。自分がどうして市長になったのか、誰からも愛される素敵な街を作ること、私を育んでくれた街への恩返し。だからもう一度立ち上がってみせる。二度と間違えたりしない。こんなもの初めから必要なかった。ハルちゃん、立派になったわね。あなたのお父様もきっと天国で喜んでいると思うわ。喜ぶ？崩れるよ、行こう。
すっかり遅くなってしまったな。ハル、お疲れ様。うん、みんながいてくれたから。でもマリさん大丈夫かな。大丈夫だと思うぜ。いつもみたいに消えてったじゃんか。ああ、ハルの思いは確実に届いた。あいつの心は間違いなく変わったはずだぜ。ひとまずここでのミッションは終了だな。あとは市民が元に戻っているかどうかね。すぐに確かめたいところだけど。とりあえずなんか食おうぜ。つうか腹減って倒れそうだわ。そうだな、腹が減っては戦はできぬだ。いや、戦は終わったろ。なあなあ、我が輩ジンギスカンってやつを食べてみたい。うわあ、北海道名物。なんだと、今日こそ伊勢海老鍋ではないのか。いつ決まったんだよ。つかこのクソ暑いのに鍋はねえだろう。でもそれ言ったらジンギスカンも鍋じゃね。嘘、なんで焼肉じゃなくて。確かにジンギスカンで使うのがジンギスカン鍋っていう調理器具ね。ははあ、やはりか。ならば今日は伊勢海老鍋で決まりだ。いや、そうじゃねえだろう。てか、何の話だっけ。お、受けてるだな。札幌に咲いた美少女怪盗100万ドルの笑顔だ。よかった、ずっと思い詰めていたみたいだったから。ああ、夜中にこっそりリーダーを呼び出して相談するほどにな。え、見てたの。じゃあソフィア、札幌一のジンギスカンのお店探してくれ。ソフィア。あ、悪い。オーケーだ、任せろ。まあいい感じなんじゃね。兵道マリコへの異様な熱狂は消え、ごく普通の顔を取り戻したようだな。まずは一安心だけど、この変わりよう、やっぱりキングの力が恐ろしいものだと再認識させられるわ。ねえ、今から兵道さんが会見開くって。お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。本日市民の皆様にご報告申し上げたいことがあります。この度私は市長選より撤退し、市長の職も退く所存です。私は市長という立場にありながら皆様の信頼を裏切りました。先に発生した雪像崩落事故に関しまして真相をお伝えいたします。崩落した雪像は市の職員が不適切な業者から賄賂を受け取り制作したものでした。私は責任者でありながらそうした行為を見抜けず、雪像の制作を許可いたしました。結果として雪像は崩落し、一人の女の子の尊い命が奪われたのです。さらに私は真相を知った後も自らの立場を守るために事実を隠蔽しました。市長であり続けるため仮初めの支持票を獲得していたのです。保身のために皆さんを裏切り
不正行為に加担したのです。私自身も加害者の一人。私があの子を殺したのです。よって当該事件を改めて警察に捜査していただくとともに、私は全責任を負うため市長選から撤退し、市長を辞任させていただきます。兵藤さん、迷いのない顔ね。マリさん、警察に捕まったりするのかな。どうかしら。兵藤は自分が市長で亡くなり、市民を守れなくなる方が怖かったんだろうな。事実を公にして党の職員に責任を負わせることはできる。だが他にも悪が潜んでいるはずだと気が気ではなかったんだろう。でもこれで良かったんだと思う。マリさんは過ちを犯したままでいるなんて望んでなかったはずだから。善吉から電話だぞ。よう、兵藤の会見見てたか。お、ご苦労さん。とりあえず礼は言っとくぜ。で、兵藤は崩落事故の重要参考人として事情聴取されることになった。スマホの解析も必要だと思ってな。これ使って俺が護送を担当することにした。一応本人と話す時間くらいは作ってやれる。どこかで待ち合わせないか。ごめんなさい。本当にごめんなさいね、カホちゃん。マリさん、ハルちゃん。私どうかしていた。おかしな夢を見続けていた気分よ。いつからこんな風になってしまったのかわからないけれど、でもあなたに言われて昔の自分を思い出したの。そして市長になった時の思いを、町の人たちを家族のように守ろうと誓ったあの気持ちを、あなたのおかげで私はようやく自分と向き合えた。そして私がしていたことは亡くなった子への裏切りだと気づいたの。現実から目を背け独りよがりだった私はあの子に何も返せていないって。そんなこと、マリさんはマリさんなりに。いいの、事実よ。もしかすると私はこの先ずっと人々を苦しめ続けていたかもしれない。でもそんなことはこの子が望むはずがないもの。だからお礼を言わせて、ハルちゃん。この町を、私の家族を救ってくれてありがとう。マリさん、お父様が亡くなってまだ日も浅い大変な時に本当にごめんなさいね。この先困ったことがあったら私に言って。何があってもすぐ駆けつけるわ。ハルちゃんだって私のとても大切な家族なんだから。ありがとう、マリさん。ハルちゃん、よかったね、ハル。じゃあもう行かないと。急に市長を退いて町のことは心配だけど、後に続く人たちに頑張ってもらうわ。横暴で愚かな市長の代わりにね。もう政治の世界からは身を引くということですか。ええ、これ以上市民に合わせる顔なんてない。私もお年だし、これからは若い人が市長。
あなたは。ニュース見ました。本当に辞めるんですね。しかも政治家を引退する。はい、もう二度と皆様の前には。ふざけないで。あなたが消えたところで、あの子は帰ってこない。カホの娘の死は変わることはない。おい、止めた方がよくねえか。待って、多分あの人は。だからあなたは逃げずに戻ってきて、全てやり直して、もう一度市長になって。やり場のない怒りをぶつけた私の前で、あなたは涙を流してくれた。あなたは逃げずに私の悲しみに寄り添ってくれた。その姿は私が一番よく知ってるわ。お母さん、ありがとう。ありがとうございます。約束します、あなたやあの子のために必ずもう一度立ち上がって市民を守る市長になると。マリさん、なぜだ。これは多分悲しい場面のはず。だってみんな涙を流してる。なのに温かくて優しい。これは一体なんだ。そうか、だから春は兵道を助けたのか。悲しいを嬉しいにするために。重要情報を記録。ソフィアは喜びを学習した。あの人が亡くなった子のお母さんだったんだね。でも分かってくれてたみたいだな、兵道の思いを。マリさん、よかった。春がジェイルで言った通りだったわね。立ちなさい、兵道マリコだっけ。ちょっと思い出すと恥ずかしくなってくるから。普通にかっこよかったよ。私感動したもん。やめてってば。おお、よくやった。兵道に話を聞いてきたが、今回も新情報はなしだ。エマの友達機能を使って人をいいように操ってたって話だ。まあそう暗くなんなよ。ほーら、兵道のスマホだ。待ってました。今回の件で確信したことがある。やはりこの一連の事件、黒幕がいるぜ。ほう、根拠を聞かせてくれ。兵道、夏目、アリス、三人とも戒心を使って悪事こそ働いていたが、根っからの悪人じゃない。少なくとも欲望のままに現実を歪曲してパレスを生み出してた主たちとは違う。それは俺も気になっていた。挫折こそしたが、夏目は努力をしていた。アリスだって人の光になろうって頑張ってたし、マリさんも市民のために尽くそうと必死だった。ああ、鴨志田やマダラメのような私利私欲にまみれた極悪人とは違う。だがキングが根っからの悪人でないことと黒幕がいることに何の関係がある。あのジェイルって空間は主が生み出すパレスとは根本的に違うってことだ。その証拠に、ジェイルにはお宝がない。あるのは人々から奪った願いだけだった。そもそもキングたちは欲望の結晶であるお宝を持っていなかったってことになるんじゃないか。ジェイルはキングが作った認知世界ではない。だから
別に作った人物がいるってことね。そして極めつけはあの鳥かごの鍵だ。我が輩たちがキングの元へたどり着くにはいつもあの扉の鍵を開ける必要があった。我が輩はあれをキングや願いを守るセキュリティのようなものだと思ってたんだ。だがそれならなぜキングが消してしまいたいと思ってるトラウマの記憶が鍵になるんだ。あれが認知世界だと考えるとキングはトラウマが自分を守ると認知していることになる。確かに妙だな。むしろ逆な気がする。そう、逆だとしたらどうだ。あの扉は何のためにある。ああ、我が輩もそう思う。あの扉は外部からの侵入者を阻むためではなく、中にいるキングを閉じ込めておくためのものだとしたら。閉じ込める？キングなのに閉じ込められてるってのかよ。考えてもみろ。キングがあの鳥かごから出ようとしたらどうなる？扉に触れてトラウマの声が聞こえる？そうだ。キングは自分がキングになったきっかけを思い出し、キングでいなければならないと考える。そして鳥かごの中に引きこもる。キングは囚われたカゴの中の鳥なんだ。そう考えればトラウマルームで鍵を守っているシャドウも意味合いが違ってくるな。あれはキングがトラウマを暴かれないよう置いている門番ではなく、キングを閉じ込めておくためのシステムを守っている番人ということになる。よくわからねえが、つまりキングもまた利用されてると。それが黒幕がいると思う根拠か。兵道さんのスマホどうだった？やっぱエマと携帯は正常。それとまた監視されてた痕跡があった。多分今までと同じやつだ。誰かわからないけど。その監視者が黒幕ってことか。目星はついてんのか？第一候補はエマを運営している魔術者だろうな。エマがジェイルの入り口である以上、やはり無関係とは思えない。マディス社な、本社に踏み込めれば話は早いんだが。警察の力でなんとかなんねえのかよ。バカ言え。どんな容疑で令状取るつもりだ。人をキングにした罪ってか。一ノ瀬から電話だ。いやあ、なかなか連絡できずにごめんね。新しいことが分かったから教えとこうと思って。あれからエマのことを調べてみたんだけど、以前との違いはまだ見つからないね。まあ誰でも簡単に触れるようなものじゃないし、仕方ないかとか思ってたんだけどね。けどエマの変更履歴を探ってみたらさ、面白いことが分かったんだよ。エマは私がマディスに売った後、一度沖縄に運ばれてるみたいなんだ。うんうん、私もなんで沖縄かなって思ってさ、あれこれ調べたんだよ。そしたらね、沖縄のクコ島ってとこにマディスの研究所があるみたいなんだよ。でもこれ公にしてないしさ、行政に問い合わせても未登録らしいんだ。つまりこれって秘密研究所ってことなんじゃないかな。エマに何かされたのならここの可能性が高いと思うんだよね。どうだい、これっていい情報だったよね。なになに、もしかして私グッジョブ？やったね。そんじゃあまたね、怪盗団。土産話楽しみにしてるよ。一ノ瀬さん、なんだって？沖縄？青い海？シーサー？パイナポー？チンスコ？
いいな、ラーメンみたいなやつだろ。おいお前ら、とりあえず正気に戻れ。未登録の施設ってんなら、現地調査からの任意捜査って流れも取れる。真っ当な証拠が見つかるかもしれない。行く価値はあるか。だが、久古島っつったら沖縄本島から少し離れてるな。となると飛行機しかねえか。ちょ、ゴーゴーフェザーマンゴーどうすんだ。せっかく一緒に旅してきたのに。この車、そんな名前だったんだな。それに公共の乗り物は危険だからって。しかし、さすがに沖縄まで車は無謀ではないか。ちっと待て。おう、どうした。ああ、もちろんそりゃ分かってる。だがこっちも仕事でな。誰からだ。いや、嘘じゃねえ、それだけは本当によ。もちろん覚えてたさ。けど俺もその、あ、切られたな。お前ら、飛行機はなしだ。車で行くぞ。は？ここから沖縄まで車で行くの？悪いが、寄る場所ができちまってな。行くのはまず京都だ。京都だと？俺は本来京都府警の所属でな、署に戻って捜査情報を共有するとか、いろいろだ。神戸まで出りゃ直行のフェリーも出てる。時間的には問題ないだろう。それでも京都までかなり距離があるわね。心配すんな、俺が運転してやる。一緒に来んのかよ。つうか、新島がずっと運転してたのか。奥村どうした、免許持ってんだろう。取りはしたんですけど、私ペーパードライバーで。それに春の運転は、その、まあいい、とにかくすぐに出発するぞ。ここからなら北陸自動車道だな。想定走行時間は21時間ってとこか。おっさん、正解だ。21時間？やばくね。俺たち警察は運転のプロなんでな、任せとけ。どうしたんだよ、なんか急に火がついた感じしね。俺は構わん、京都に行けるのだからな。なりふり構わなくなってきたな、お稲荷。ああ、任せろ。さあ、出発準備だ、ガキども。